はい、どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦ランクマッチやっていきます。さあ、本日使うパーティーはこちら。皆さん、ランクマッチをやっている方は一度見たことあるんじゃないでしょうか。ロンゲママンぐらい。ロンゲマンゲね。やっていきます。本日の、オロンゲからまた紹介していきます。オロンゲ、HB に振って旅の故障を持たせて、猫騙し。セゼリフをして逃げていく。でございます。この猫騙しね、いい技でね。旅の故障を一回多く使える。疑似守るみたいなね、ことができます。とっても好きな技。そして、ママンボウ。ママンボウは、DB、BD に、がっつり振って、H4 振り。で、直球を持たせて、ミラーコートなり、クイックターンをしていくと、いう方です。で、熱湯クイターンミラコまでは、基本的に、確定だと思ってるんだけど、凍える風、ここの技の部分だけちょっと悩み、スタテラバもいいな、ジャレツクもいいなとか思いながら、まあ単純にね、S 操作できるのが強いのではないだろうかと思い、凍える風。なおかつね、ランドロスとか海流とか4倍弱点つける。もともと攻撃方面が熱いポケモンではないので、S を調整する。なおかつクイタンで対面操作していく。そんな感じの方でございます。で、みんな大好き、大嫌い、グライオン。よくある HB、ミンテラスの、小石ぐらい、です。ロンゲママンぐらい。で、後のポケモン、その他のポケモンは、早くて強い、ポケモンにメガネとハチマキ、持たせております。いつもの神、いつもの、ハチマキ神砕く型、パオ。さあ、対戦相手の方が見つかりました。お相手、ペペさん。対戦よろしくお願いします。お相手のポケモンは、ハッサムガチグマ海流、ウーラオツ羽ばたく神パオジアン。これはロンゲぐらいママンだろ。ロンゲママンぐらい。ガチグマどうするか問題。ガチグマはどうにもしない。ミラコで倒す。よし、行こう。ハッサムに直球をはたかれないように気をつけて。初手だな。初手ハッサム。どうすっかな。バレパン食らうのはめちゃくちゃ痛いけれど、と言って、伏せゼリフして、グライオンの毒毒玉叩かれるのは、もっと痛い。むずい。初手のハッサムか。それではペペさん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手とはウラオス、ゆらゆらラオスね。ゆらゆらラオス、これは特に問題ないだろう。猫だまししてたすき壊す。で、ステデルフで逃げちゃおう。で、ママも手おしまい。まあ、手おしまいって別に何かできるわけじゃないんだけど、トンボ。誰に引きますか。ハチグマ引きづらい。ハッサムにも引きづらい。アバカミあたり。パオが出てくる。パオが出てきたら、クイターンしようか。クイターンで一発食らって、電気テラバは耐えるので、一発食らって、耐性力発動させつつ、ロンゲに引いていきましょう。電気テラバっぽいよ、これは。これは電気テラバっぽい。ハチマキだったりしねえかな。ハチマキだったらこのまま勝ちなんだけどな。
につければ落ちたらちまき。耐えてるねこれは。あ、ハンマー。な、急所。この急所でかいんじゃないの。オグライオンはちょっと何の役にも立たないだろうからオーロンゲ出していこう。オーロンゲ出して、なおかつこれ捨て勢に入るからね。あいつ、アクタイプじゃなくなってるから。猫魂。止める。さようでございますか。爪だったりしないに、じゃあ捨てゼリフしまーす。AB 下げて、あれ、ロンゲとハッサムってどっちが早い、そもそも。じゃあここ、ハッサムの方が基本的に、こちら S 振ってないので、ハッサムの方が早い。ハッサム S65 に対してオーロンゲ60ということは、相手はバレパンは打っていない。なのであればママンボウを出して回復に努めよう。ここ剣舞か畑だろ。剣舞全く耐える、耐えないな。マンボウを出す。バレパンってことはないと思うんだよな。ロンゲ出しちゃうか。落とされるなら食べ残し。ダブルリング、いい技持ってるね。体力回復はする。ダブルウィング命中ならロンゲは落ちるけれど、7人ぐらいでとちゃうの。こっから先は青か、ちょっと重い。まだじゃあ捨てゼリフしていこうか。これで1段階だろ。これでマンボウ出るんちゃう。でこれダブルウィングだった場合、あそこで剣舞、うまい。たなぁ。押します。剣舞連打。焼きに来ることなど分かってるってか。お願いします。ダメかー。あ、うまい。これはうまい。あるぞ。あるぞ。51% のベッド。焼けていく。まだあるぞ。それで、実質3段階。お前、ラム持ってんの？お盆だね。お盆だね。それは、それはお盆だね。オッケー。4段階。じゃあ、実質2段階。通常からダブルウィング打った状態。下から食いターンしてオーロンゲでイカサマしていこうか。直径ははたかれても相手物理3体だからね。
え、叩きダブルウィング、あれパンはあるよな。オンゲバレパンない世界戦終わってな。一発猫だまし、猫だましは挨拶止める。セクトなのにこれ勝てるで。空を置く、いや水らを置く。ここトンボかインファだろ。フライオン出しちゃうか、サイクルの果てに。いやここ水流連打はないと思うけど、マンボウ出てくるだろう、どう考えたって。OK、 ライオンカッタム、これもう守りが来てれば勝ちなんだよ。ルーパー終わり。でいい、済ませた。いやーよかった、2発目焼いてくれて。さあそれではペペさん対戦ありがとうございました。完全に終わったかと思ったけどね、ダブルウィング外しからの火傷、罰逆転。ハヤトチャンネル対戦相手の方が見つかりました。お相手K さん、よろしくお願いします。お相手は、鉄の未来パラドックス統一ね。鉄のわだち、わだちがいない、わだちがいない。アットロックね。ハム、ハム、ハム、ハム。ロンゲママンぐらいでええんちゃうんですけど。ぐらいが微妙？積みどうするか問題か。やりながら考えます。積みどうするか問題に関しても。それではケイさん対戦よろしくお願いします。おい、ちょっと待って、その次、まあそりゃそうやな、そうよね。これゴテラかな、ゴテラアウトされたら負けだなとか思いつつ、猫だましでペランクしてこないよね、猫だまし。からどうこうっていうのは、クイタンだったとしても一発ソウルフラッシュは入るの。あと腰乗ってね。素直に引いとけばよかった。フリドラ会いたいな、フリドラ会いたいな、フリドラが会いたい。メウメガネじゃないってことは分かってるから。こんなもん。半分入ってるね。完全に。もう一回上に引こう。やり直そう。ほら、これだよ。猫だまし、きれいに決まった。でこのアンコールするタイミングでステーゼリフ打っちゃう。ほい、変身下げてママンにゴー。
その手は食らわん。もう見た。もう何してくるか問題だけど、多分フリーズドライだろ。素直だし、今のところ相手。で、包み落としていこう。えい。誰が来ますか。ママンボを落とせるやつ、下2体どっちかだろう。角茨こいつにブエナ持たせんだ。へえ、知らんかった。とりあえず電気技も地面技も岩技も半減で、あ、岩技だけ倒壊か、蹴れるぐらいように引いていきます。あいつの S 知らんから素引きします。うまい。そうですか。ここを裏に半減しに来るだろう。金4倍弱点のままでいる？そんなことある？ないよな。こんなもん？何歩ダメージ食らってる ?120 ね。OK。120まで回復できればこっちでも。What's up？ やるじゃん？じ、外し、おわ。こうオーロンゲ切ろうか。相手のナイスプレイングにやられてる。自信打っとけばいいねん。最初からこいつ外してくれる。助かります。じゃあ猫だまし、して体力回復して炎体験していこうか。猫魂毒入れた後の猫魂強くね。体力整えていく。いい、落ちるんちゃうか。106ちょっともん足りないな。耐えていかさまとか甘いよな。甘いよな。でも落ちるんだよな。いや、耐えてくれいかさま。血当たる。何からやってんだもんなあいつ。ただこれで B で必ず落ちる。 OK。 じゃあ守るが打ち毒。座ってる。これで包みと茨を。じゃあ、あと1は誰ですか。無人ってことはないと思うな。神戸か、なんだっけ、別の毒が。神戸か毒が、おそらく神戸。違う、毒がいかが。みんな、あなたレンチ持ってんの。とりあえず身代わり様子を見よう。シャレつく。これが最大打点ってことね。じゃあ私負けへんで。
からもう魔物がしてるだけや。飛ばし、へえ。そうですか、そうですか。さようでございますか。あ、毒じゃん。毒だ。毒じゃない。あいつは鉄の体の状態が毒。上から食いたん。ここさん、オッケー。そうだよな、もう。負担する技がないからな。さあ、それでは、ケリさん、対戦ありがとうございました。ロンゲママンぐらい強し。さあ、それでは本日の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしく。みんなもよかったら、ロンゲママンぐらい使ってみてね。それでは、See you!